クイーン。こんばんは、ワンクです。ヤクルト本社ビルのね、1階にあるね、カフェブラジリアでね、いやもうすごくね、美味しかったからね、ちょっとテンション上がっちゃった。ごめんなさい。いやね、ヤクルトのね、本社ではね、世界各国のね、ヤクルトをね、見学できるんだよ。すごいでしょ。それでね、ダイタっていうね、このおじちゃんがね、ヤクルト開発したのよ。でね、昭和16年、ダイタ保護金普及所、ここがね、ヤクルトのね、前身なのよ。で、昔ね、昭和10年とか45年、この瓶でね、販売されてたのよ。すごくね、初めて見た。ファンクね、ちょっとビビっております。カフェの方はね、ヤクルトスワローズのね、グッズがいっぱいね、販売されてるのよ。サイン色紙とかね、いっぱい飾ったって、ヤクルトスワローズの、すごくね、面白い。それでね、最初にね、ファンクが頼んだのはミルミル。ここではね、なんとね、グラスでね、飲むことができます。いやー、テンション上がる。アテンションプリーズですよ。いや、みるみる美味しい。ぶっちゃけね、美味しいですよ。でね、次はね、ファンクがね、すごく好きなね、ジョア。いやー、ジョア、グラスで飲むのは初めてだな。なんだかね、ファンクね、セレブになったみたい。グラスで飲むなんてね、ほんとセレブ。セレブじゃないですよ。誰ですか、今言ったの。セレブじゃないですよ。でね、次がね、ヤクルトをね、頼んだのね。このあたりからね、店員のね、お姉ちゃんたちがね、あ、なんかこのお客さん、怪しいぞっていうね、顔してたよ。次から次へと頼んじゃったからね。で、実はさっき撮影させてくださいって言いましたけど、ブログとかね、動画とかであげるんで、いっぱい飲みたいんですよって言ったら、あ、そういうことだったんですねって言われたのね。いや、怪しいやつだと思われてたじゃん、やっぱり。ね、ちゃんと言ってよかった。ねえ、やいよ、そんな風に思われたままだと。あとね、こんなにいっぱいね、タフマン飲んだの初めて。すごく力がみなぎってくるよ。それで最後はね、ノリピー、あ、いや、ヤクマンです。ヤクルトとね、タフマンがね、合わさった一品です。ちょっとね、なんか薬っぽかったけど、まあ美味しいわね、この組み合わせも。このね、カフェでしかね、このね、ノリピ、あ、いや、ヤクマンはね、飲むことができないんですよ。皆さんもね、もし機会があったらね、お試しあれです。それじゃあね、早速、相談のコーナー行ってまいります。彼氏に頻繁にお金を貸してるけど、パンやカップ麺などで返してくるの。こんな彼氏どうよ。レーター。いや、彼氏って小学生ですか。いや、お金をね、いくら返しとはいえね、貸したということはね、もう戻ってこないね、気持ちでね、貸さないとね、揉めるもと。ましてやパン、いや、カップ麺とかで返してくるって、すごいね。将来的にね、レイタさん、新しい彼氏見つけた方がいいんじゃないのかな。もうちょっとね、お金に関してしっかりしてるね、人。で、好きです、付き合っててね、結婚とかしたらね、頼りがいある？ないでしょ。それかね、あなたがね、結婚するまでにね、そういうのはダメなんだよって教えてあげれるならね、いいけども。てか、普通はパンやカップ麺って、ねえ、
ぶつぶつを感じてるんじゃないんだからさ。例えばね、乱世の時代でね、マッドマックスみたいなさ、世界で、なんていうの、お金よりもさ、やっぱりパンやカップ麺っていうね、そういう、なんていうの、そういう時代だったらね、まだわかるよ。お金逆にもらってもさ、今じゃケツを食うか髪にもならねえぜ、ヒャッハーっつって捨てられちゃうんだよ。そういう時代だったらね、もうパンやカップ麺のは嬉しいけども、今はもうダメですよ。いや、レイタさん、よく考えた方がいいと思うよ。東京シエクラブが、相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。視聴者さんのね、情報で足立区保木間の朝倉画廊というところへ訪れました。ここはね、もう何から何までピンク一色のね、すごいスポットとなっております。どんな感じだったか皆様どうぞご覧あれ。ここのね、場所はね、もうね、建物からね、中の小物家具すべてね、作品なんですよ。もしね、欲しい方がね、いましたら、この家ね、全部でね、3600万とか4000万ぐらいだったかな。このね、主の方がね、それでお売りいたしますって言ってた。とてもリーズナブル。もうね、林家ペーパーよりもね、林家ペーパー。てかさ、林家ペーパーの事務所さ、ここ買ってみたらどうかな。あそこ事務所どこ？大きいかな。ここすごく宣伝になるんじゃない？ヘアシアペーパーにはね、とてもおすすめだと思いますよ。ここのね、主はね、朝倉周平さんっていう方でね、30前半のね、超絶イケメンの方なのよ。もうアーティストなんだけど、それでね、ここの家ね、おばあちゃんの家だったんだけど、前にね、画廊やっててね、じゃあここでもやろうっていうことでね、家全体がね、もう作品ということにね、なってしまいました。でね、独学でね、描いてるらしいんだけど、絵のね、力がね、もうすごいよ。力強いっていうかね、才能がね、もう、半端なう。スパークしまくってるよ。この方ね、家、こんな風にしなきゃよかったんじゃないのかなと思ったんだけど、ま、こういうね、もう、独創性がね、あるからこそね、こういう、ね、もう力強い作品がね、生まれたのかなと思います。もうね、家からもあまり出ないらしいのね。たまには出ないと、もう顔もいいし、もったいないって言ったらね、いやいやいや、僕はそんな、ダメですよって。今時のね、若い子なのよ。もったいない。いけてるからね、ほんともったいないわよ。それでね、ジャスのね、顔を描いてもらいました。似顔絵はね、1000円で描いてもらいます。でね、一緒にね、訪れてた方にね、見てもらったらね、そっくりって言われた。やっぱりね、ジャスもプリティーなのね。それでね、次回のね、オフ会行ったらね、ちょっとね、当分ね、オフ会をね、控えたいと思います。いっぱいね、いろんなところね、回ろうと思ってんのよ。もうネタがね、尽きかけてきてるからね、仕入れるためにもね、お金節約です。それなんでね、皆さんね、ご了承ください。ただね、一緒にね、フーターズ行きましょうっていうね、
お申し込みだったらぜひ行きますよ。うん、だってもうプルンプルンなんだもん。歌舞伎町にある上海チャオチューへね、訪れました。ここのね、中華料理屋はね、希食メニューがいっぱいあるということでね、とても有名な場所です。それでね、ファンクがね、一番最初にね、食べたのは鳩のね、この中に似たやつ。鳩を食べるのね、ファンクね、初めてなのよ。こんな顔ついてるものなの？味はね、すごく辛くてね、食べるところがね、ほぼないよ。鳥はね、エビっぽい。意外とね、美味しいのよ、これ。目つぶればね、なんとかいける人多いんじゃないのかな。でね、竹虫はね、いやもう、ガッシュナッツみたい。食べたことある人わかると思うんだけど、竹虫はね、意外とね、美味しいのよ。一緒にね、訪れてたね、釣りにはね、もう大不評だったの。どうしてこういうの食べなきゃいけないのってね、怒ってたんだけどね、いや、ちょっと食べてみ、もう端っこだけで今ちょっと食べてみってね、食べだしたらね、あら、美味しいじゃないってね、びっくりしてた。それでね、もう釣りのね、ファンクもね、ジャスもね、一番ね、これが美味しかったと思うのが、アヒルの血塊。これはね、映画ね、キャリーのようにね、なんかブラッティーなんだけど、でもね、意外と美味しいのよ、これ。プルンプルンしてるね、ゼリーみたいなやつがね、アヒルのね、血の塊なんだよ。食べてね、1時間とか1時間半ぐらいしてね、体がね、ポッポポッポとね、ほてってきたのよ。だから結婚にもかなりいいんじゃないのかな。いや、グロいけどね、グロいけども美味しいよ、これ。